コダクロームの135フィルム。これは本作発表の翌1974年に発表されたコダクローム64。本作の生まれた1973年に現役だったコダクローム2。これは写真用ではなくスーパー8用フィルム。僕のコダクロームはポール・サイモンが1973年に発表したシングルレコード及びその表題曲である。 同年発売のソロアルバム、一人ごとに B 面曲、君の優しさと共に収録されている。題名中のコダクロームは、コダックのカラーリバーサルフィルム、コダクロームのことであるが現れ、スライドとしてスクリーンに投影したりすることができるカラー写真方式のフィルムである。ポジフィルムとも言う。本作が誕生した当時は、1961年にコダクロームに代わって登場した。 コダクローム2の時代であった。同名柄は本作発表の翌年である1974年に生産終了し、コダクローム25及びコダクローム64が取って変わった。コダクロームは歴史上は先に登場した外式を唯一継続したリバーサルフィルムで根強い人気があった。週末に当たる1973年5月19日、ビルボードホット100にチャートインし、 五週後には9位に、浮上。10位には、トニー・オーランドドーン。幸せの黄色いリボン。8位には、ジョージ・ハリスン。Give Me Love がランキングしていた。本作は米国では、メジャーヒット曲になり、ビルボードホット100では最高位2位。同じくビルボードの、ビルボードアダルトコンテンポラリー部門でも最高位2位を、それぞれ記録した。英国ではシングルが発売されず。 アメリカントップ40の初代 DJKCK サムによれば英国放送協会が商標を放送しないからだということである。米国のイーストマンコダック社はコダクロームがコダックの商標であるとアルバムに明記し、かつ曲のタイトルの直後には登録商標マークを入れるよう求めた。1990年代以末にはコダックはコダクロームフィルム製品の宣伝に 同曲を使用した。なお、日本のニコン社はこの曲に、ポール・サイモンが発音を間違えて、自社製品を内コンカメラと歌っているのを問題視していない。オリジナル収録アルバム、一人ごとにおける同曲の歌詞は、ライブ版、セントラルパークコンサートや、ライブインセントラルパークでのそれとは異なっている。前者では、エブリジングルックスワース・イン・ブラックホワイトという部分が、 校舎では、エブリシングルックスベターインブラックホワイトと歌われている。シングルでは、同曲のフェードアウトする末尾の前、インストゥルメンタルコーダの直前に、ポール・サイモンが、OK という単語を発するのが聞こえる。マッスル・ショールズ・リズムセクションがこのセッションにおいて演奏している。2008年11月に行われたインタビューで、ポール・サイモンは、同曲を書いたときに、 頭の中に浮かんでいたものは、ゴーイングホームという課題で呼んでいた、という。しかしながら、このタイトルではあまりに、月並みすぎると感じ、コダクロームというタイトルを思いついた。ゴーイングホームと、音韻が似通っているということと、それ以上にイノベーティブなポテンシャルをはらんでいるからである。同局の一番面白いところとして、彼は冒頭の一行を挙げている。この冒頭の一行とは、ウェン アイシンクバックオンオールザクラッペ、アイランドイン、ハイスクール、イッツ、エーワンダー、アイキャンシンクアットオール、というものである。クラッペのイチゴのおかげで、いくつかのラジオ局では、同局が放送禁止になった。1990年代には、映画、コーンヘッツ、および、コップスロバーソンで、挿入歌に使用された。2009年6月23日。 産経新聞の報道によれば、前日22日に、コダックは同年内で、コダクロームの製造販売を終了すると発表した。同氏は、ポール・サイモンに歌われた名フィルムが、退場という題の記事で、本作に言及した。フィルムと同じく歌詞に登場する、ニコンも、すでに2006年1月、銀塩フィルム式一眼レフ写真カメラ全8機種のうち、 6機種の生産終了、2機種の新規開発を終了し、事実上の撤退と報道されている。ただし2014年現在、フラグシップ系列機、ニコン回録の製造とマニュアル式普及機、ニコン FM10 の販売は継続されている。ありがとうございます。